はい、福岢市で唯一の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントエリアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、福岡の方はですね、なんか卒業式がねちょっと早くて、まあ、高校は3月1日、公立高校は3月1日っていうのはまあ分かるんですけど、こちらの方は 今月はですね、8日の金曜日が中学校が卒業式で、で小学校が昨日ですね、15日の昨日が卒業式でっていう形だったので、なんかですね、僕が中学生小学校の時はむしろ昨日中学校の卒業式で、その翌週の日中金曜日が小学校の卒業式だったような気がするので、なんかこっちの方は早いのか、そもそも時代の問題なのか、なんかちょっと老いを感じました。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日もですね、手のしびれについてお話をしていければと思います。まあ、昨日はですね、手の全体についてお話をしていったんですけども、今日はですね、この肘から先ですね、肘から先がしびれてますよって方についてのお話をしていきます。で、なぜこの話をまずしていくのかっていうと、おそらくですね、手のしびれてるあなたっていうのは、まあ、病院だったらですね、お医者さんからこう手のしびれはうまく付き合っていくしかないよっていうふうに言われたりとかすると思うんですよね。で、あとはいろいろですね、こう薬を飲んでみたり注射をやってみたけど変わらなかったってことがあったりとかしたと思います。はい、でもですね、それっていうのはちゃんと原因に対してアプローチができてないだけであって、あなたのそのしびれの原因さえ見つけることができればですね、手のしびれっていうのは簡単に消失することができます。じゃあなぜお医者さんでは無理って言ってるのに僕がこう改善できるよって言ってるのかっていうと、このしびれっていうのがですね、筋肉が硬くなったせいで、その周囲にある神経とか血管ですね、動脈だったりとかを押しつぶしてるだけのケースっていうのがあるんですよね。そういった症状っていうのは全然改善できるものなので、ぜひですね、諦めずにやっていただければと思います。はい、でやり方なんですけど、今日はですね、ここから先ですね、ここから先の場合の、しびれの原因としては、大体ですね、この腕の この辺りですね、この辺りが原因でですね、しびれてることが多いです。はい、でなぜなのかっていうと、はい、こちらですね、はい、これ手の前手ですね。はい、見えるかな。はい、ちょっと光がぶっ飛んでるけど、あ、なんか消えちゃった。はい、こんな感じでですね、手のところにはですね、こうやって筋肉がいっぱいあります。ちょっと青くいっぱい光りすぎてわからないかもしれないんですけど、そのここにちょっと白っぽく映ってるなんかこう皮みたいなの見えますかね。はい、これ神経です。神経、はい、つまり前腕の筋肉、ここですね、ここの筋肉たちっていうのはこんな感じでもうギュウギュウに詰まってるわけなんですよ。なので余計ですね、お互いの筋肉っていうのを硬くしやすい関係上にあるんですよね。そこに挟まれてる神経だったりとか血管があると、もうギュウギュウになっちゃうので、どうしてもこう狭くなってきてしまって、手のしびれだったりとか痛みにつながってくるってことがあります。なのでこのですね、筋肉っていうのを柔らかくしてあげることによって、そのしびれっていうのは全然軽減していきますので、ぜひですね、一緒にやっていただければと思います。はい、でやり方なんですけども、まず一番多いのはね、もうほんと長小筋っていう、前回も言ったんですけど、その筋肉たちなんですが、まずですね、小指、親指と小指ですね、親指と小指をくっつけていただいて、今ここに腱が見えてると思うんですけど、手首をねクッとするとなおさら出てきます。自分の方にクッと倒すと、はいですね、そこにこの腱をこうずーっとたどっていただくとですね、おそらくこの辺りですね、この辺りにこうコリコリしたですね、筋肉が多分あると思います。まあ、この辺りがですね、悪さをしてますので、まずですね、肘を曲げていただきます。肘を曲げていただく。でそれに対して親指ですね、親指っていうのをこっち方向ですね、こっち方向に優しくぐーっと筋肉を捉えるような感じで押していただきます。で押すことができたら、この状態でですね、ゆっくり伸ばして曲げて、ゆっくり伸ばして曲げて、ゆっくり伸ばして曲げてっていうのを5回ほどですね、まずやっていただきます。はい、で終わったらですね、次ちょっと下ですね、ちょっと下ここあたりをもう1回ですね、こうぐーっと触ってもらって、また同じように伸ばして曲げて、伸ばして曲げて、伸ばして曲げてっていう感じで、まあ、5回ぐらい同じようにやっていきますっていうのをですね、まあ、この真ん中の部分から、真ん中の部分からこういうふうに内側に向かってですね、内側に向かって、ここ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 ですねっていうふうにやっていただいて、最終的にはですね、この辺り
この辺までですねやっていただく、まあここにですね骨があるんですけど、その上ぐらいまでですねまでやっていただくと、おそらくどっかのですね筋肉が圧迫しているせいでこの手の全体的なしびれにつながってくると思いますので、ぜひですね手のしびれがある方は今のところやっていただければと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、まあこんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、ぜひチャンネル登録していただいてまた見てください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。